はい、あるです、このチャンネルは高須スノーパークダイナランドスキースノーボード専門チャンネルなんですが、僕のね8年ぐらいに立ち上げた死んだもう今では死んでるチャンネルがあるんですけど、そこでやっていたコントの、暇つぶしにご覧ください。それではどうぞ。皆さん犬が好きで犬飼って見える方がたくさんいると思うんですけど、犬の寿命って15年ぐらいじゃないですか、寿命が。でただ犬の種類ね、犬種のその ブームって5年おきぐらいに変わらないですか、5年おきぐらいに。で前住んでたところに5年おきに飼ってる犬が変わる人がいたんですよ。でそれって前飼っとった犬どうしたんですかねっていう話です。でだから15年生きるんだからブームが、2回変わるのか、2回変わったとしても、そのブームじゃない流行りじゃない犬を連れてちゃんと面倒を見てね、15年間寿命まで面倒を見るのが、飼い主の責任じゃないかなというふうに思います。だから、今飼ってる人、例えばね、ハスキー犬がもうおじいさんになったハスキー犬とか連れて歩いてる人偉いと思いますよ。ブーム。